回されてない台を少し様子見ていくっていう形でいいと思います。イエースイエース、刺激溜まってないよね。押すよ、ナイス。真剣勝負シャチが面白いです。それをちょっと皆さんにご紹介できればなと思ってます。またさ、告知が入んないっていうのが熱いじゃない、ね、一応実戦上ね、ボーナス当選した時に弾溜まってないんですよ。ほら、どうする、右それとも左中、ほらね、これスイカなんだよ、たまにここスイカ溜まんのよ。あーやべやべやべ、あー、どうするつもり。おー、ラッキーだね。はい、これが来ました。ボーナスは投信演武ターボってなって、まあボーナス中弾を貯めていくというゲーム戦になります。え、簡単でしょ、簡単なの。3個貯まった。もう一回最初から、スタートでございます。で一応僕とシュガですけれども、まあレスラー的な問題でデフォルト BGM を選びますのでご了承ください。だからサウンドが変化して継続確定っていうのはちょっと皆さんは皆さんで楽しんでください。はい、で溜まってくれると嬉しいですよね。AT レベル 1,2,3,4 ってあって、やっぱり AT レベル 1,2 だと闘神レベルっていうこの要は溜まりやすさのステージが下選ばれやすくて、でその溜まりやすさがあまりよろしくないステージだとやっぱり霊薬引かない限りは弾が溜まっていかないんですよね。そういう意味では弱スイカは溜まり勝手にしてほしかったんですけどね。バトル1で492枚ってまあまあすごいんだけど、ART 終わった後に何ゲームか、60ゲーム、100ゲーム以内なのかな、ちょっとゲーム数わかんないんだけど、ある一定のゲーム数以内に引いてもこっちの枚数はリセットされないんですよね。それがね、
なければこれ結構まあまあ記録なんだけど。まあ中断処理も当然ストレスなんか一切ないですし、スイカ弱スイカに関してもまあストレスなく引けてると。ちょっとモード移行がもう一声欲しいなっていう感じではありますけれども、まあ金が高槻の7のつく日合わせてみても、まあ設定4以上は期待できるので、この台しばらくは粘ってみたいと。よっぽどその六角だったとか六角が出たとかゴリゴリだよねっていう台があくまではちょっとこの台をしっかりと打ち切りたいと思います。はい、始まったらプッシュボタンでキャラ選択します。でもケンシロウ、あとカイオはもう皆さんご存知の通りですね。ケンシロウはレバーの対戦相手によって整列予約を示唆して、ボタンストップで技出すか出さないかでプッシュ出るか出ないかで、カイオはもう裏だったらレバーで一発、まあ第3とかもありますけど、要はなぜ押せが出ればいいっていう。でシャチに関して言うと、まあ、ちょっと今やってみますね。まずレバーでなんだろう、倒すべき雑魚の弱いのか強いのか、あ違う、普通なのかチャンスなのか、まあまあチャンスなのかっていう3つあるんですよね、はい、でこれが一番普通のやつで、第1、第2、第3と攻撃が当たって雑魚全員倒せば継続確定なんですけども、第1外すじゃない、大体そういう時ってリプレイなんですよ。でまあダメだよね、はい、今レバーをこう入れてダメだったから、じゃあ逆にこっちに入れてみようかと見せかけて、多分そう来ると思ってるから俺こう入れますから、ね、そこは普通、あけどサングラスかけてるからね、はい当たった、リプレイでも当たってる、はい、やっぱリプレイだから避けられるよねと思いきや、第3でカットインで復活もありますから、ちょっとこう入れてこう、うん、じゃあこう入れて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 リプレイしか引けなかったからこう入れます、はい、これちょっとダメね、ただナビがないんで、ナビがないんでこの時点でチャンス目の可能性があると、じゃあどうそうかなと、どうそうかで当たってる、まあおそらくリプレイかなと、まあ、これリプレイだけど当たってるからチャンスだよって第3で当たれば、これが当たれば継続確定 5% 引いた、お前だリプレイじゃなくてなんかベルトが引きや、ほらね、逆転ゴン、これで逆転があるっていうのはなかなかね、ケンシロウより要は第3まで攻撃やってればある、え面白いでしょ、いやこれまだ全然触りのもう本当ちょっと先っぽだけ、いや先っぽっていうか本当当たっただけみたいな、意味わかんないけどそんな感じだから、で慌てず騒がず投身演武中はシャチあんまおすすめしないんで、ここは海王です、あれは永久レベルがよくね、永久レベル、まあここはもうしょうがない、はい、一回でシャチ行きます、グラウンド、はい、外した、でこれでベルだったら逆転あるかな、あリプレイちょっと弱いよね、はい、はい、外れた、リプレイじゃねダメなんですよこれは、ナビなし、ただちょっと敵が普通、あいいよ、この時点でスイカの可能性がありますんでね、はいスイカ、はいスイカ、では
今来たいのは純粋に 50% ですよ、まあ、多分ダメだなって感じ。あ、これがねあるんですよ。これがシャチはね研修より高いんで、で慌てず騒がず海洋の裏側バスでちょっと貸してえな。エアーやな、エアー。まあサングラスかけてるよね。いくらしか見てねえんだ。はい、ベルがいいなー。あー、リプレイかー。よし、よし。おー、お前ちょっとさ、ベルとか引かないの。よしよしよし。で、これがもうまあまあチャンスです。まあまあチャンス。だいたいこれ 50% だ。イエーイ、ケンちゃんか、やっぱ今日は。真剣勝負中にオスジュンベルを引かないもんだから伝わってないよ、シャチの素敵さが。リプレイ、ちょベル引こうか。あ、いやいやいや、2発当たるとね、リプレイでも。おお、そうくる、そういう逆転パターンくるね。え、あはー、あと1。リプレイやん。で、俺4回負けるとね、ちょっと帰るんです、裏に。一発しとくか。一発しとくか。よしよしよし。これチャンス。このトランプマンチャンス。だからさ、リプレイやめようぜ、マジで。よしよし。おいおい、だからさ、リプレイやめようよ。リプレイだけやめよう。こうやってレバーをやってるから接触部分がもう全部上っ面叩いてるリプレイだから、僕はこっちだね。もう決まってたんだよそこでもリプレイだけで俺勝ってっかんな。笑ってなん、笑ってんじゃねえの。このご主人から引いてねえか。5%でしかかかってないからな俺な。あ、これシャチとか選んじゃう。あんまりにこいつらもう使い物になってないからさ。弱者で1個乗ったみたいですね。うぜー、うまい、うまいね。
プレーでまあまあチャンスギャラー、まあもう数に決まってるわけですよ。まあたまに負けることはありますけどね。すごいぞ慎之助、リプレーだけで破竹の5連勝。後ろの裏とか言っちゃう、あんま意味ないやつ、あんま意味ないやつ、隠してどうすんのみたいな。ああいうのあんだよね、シャチはね、ナビチェンジみたいなね。これは勝つよね、ナビチェンジしたからね。そうでしょ。いや、本当にシャチがね、一番面白いと思うんだよね、俺ね。まあ、カイロも気持ちいいけどね、ケンシロはケンシロでやっぱり王道だし。やっとなんかで溜まった。はい、5個です、はい。おう、またこの逆転パターン分かる？リプレイかと思いきや左でずれて第3でこれでカットインでわー来てわーだから、ほらねえ面白いでしょシャチねえ、とくどいね俺。言ったじゃんシャチ面白いって。俺やっぱ研究者だよ。いいよ、ナイスヒット。あー、避けられた。お、だけど初めてのベルだよ。いや、ちょっと弱いね、避けられてるからね。これはさすがに難しいと。なんせこれ7戦目のかかった1番なんで、これで勝てばもう1セットプラスされるんで、すごく大事。はい、ベル、はい、ベルと見せかけてベルじゃなくっての 50% でもう1セット。はね、ちょっとチャンスキャラがいいんですよ。ラスト。ベルの場所は見つけた。ね、ベルの場所は見つけたんだ。イエス。はい、頑張れよ。うらっ、惜しいな。あー、惜しかった。十分でしょう。まあ、7連で終わっちゃいましたけど、で第3止めた時にチュンピュンってこう出れば設定した。まあ、そう出るもんじゃない。はい、で ART 終了後は設定6が8分の3、設定1が8分の1で降格に移行しますので、この後カイゼルステージに行くようであれば高設定が期待できる。武蔵確認行
俺たちは黒、私たちは白、私たちは青、私たちは緑、俺たちは黄色。